おはようございます。気持ちのいい朝を迎えるための目覚めの瞑想を一緒にしていきましょう。今この瞬間の呼吸を感じることで、心と体がリラックスし、脳も休まります。まずは楽な姿勢で座りましょう。低めの椅子に腰掛け、両足がすべて床につくと心も安定していきます。背もたれに寄りかからず、骨盤の真ん中にある仙骨をお腹の方に出す意識で座ると、背骨がきれいな S 字カーブとなります。背骨を気持ちよく伸ばし、その上にそっと頭を乗せるイメージで、目は軽く閉じて、自分の呼吸に意識を向けていきます。自分のペースで構いません。まずは口からすべて息を吐き切る。吐き切ったら、今度は鼻からゆっくり吸っていきます。吐くときは8秒、吸うときは4秒を意識するように。でも数えることに夢中になるよりは、呼吸とともに体を緩めることが大事なので、頭で考えすぎず深い呼吸を続けていきます。ゆっくりと息を吐きながら、体の緊張が溶けていくのを感じましょう。体で重く感じるところはありますか？なければそのまま呼吸を続けていきます。重いと感じる箇所があれば、吐く息とともにその重いところを溶かしていき、吸うときに空気中のエネルギーがさらにその箇所を包み込んで癒してくれる、そんなイメージをしてみましょう。やり方に正しい間違いはありません。自分が心地よく感じるように進めていきましょう。心の中にある重い気持ちがあれば吐き切ってしまいましょう。吐く息とともに心と体の重しを溶かして出し切り、吸うときは空気中の素晴らしいエネルギーを取り込み、そうしてぐんぐん軽くなっていきます。他の考えが湧いてきたら、無理に消そうとしなくて大丈夫。出てきた思考をそのまま空に流していきます。心も体も
呼吸とともにどんどん軽くなっていきます。今夜眠りにつくとき、いい一日だったなぁと心から思える自分を想像し、感じてみましょう。頭で考えるのではなく、その時の嬉しさや喜び、ワクワク、達成感などの感情を先取りして感じてみましょう。今日という日、あなたがあなたらしくいられ、輝ける。リラックスして過ごせる。そんな一日をイメージしながら、呼吸とともに、意識をこの今へと戻していきます。今から数字を数えます。1から10に向かうにつれ、あなたは気持ちのいいエネルギーに満たされ、とても気分よくこの瞑想を終わらせることができます。ゆっくりとした呼吸を続けながら、少しずつ自分の体へと意識を戻します。1、2、手や足をゆっくり動かしてみましょう。3、4、5、首も心地よくゆっくりと動かしていきます。6、7、大きく伸びをしてみましょう。8、さあ気持ちよく戻ってきます。9、10、あなたのペースで目を開けてください。